ローリエ・ローリエは月経樹の葉を乾燥させた香辛料である。日本ではローレル、ロリエ、ベイリーフ、月経樹、ロールベルブレッターなどの名でも流通しているが、これらは各国語の綴りや発音の違いから来ている。生薬としては月経用と呼ばれるが、成分本質では医薬品でないものと判断されており、薬効を謳わない限りは食品である。 オリンピック発祥のギリシャでは月経冠が名誉の象徴となっているのはよく知られている。リナロール、ミルセン、オイゲノール、シネオールなどの精油成分を多く含み、芳香の元となっている。精油を抗菌性のある外用薬の原料とする例がある。月経時は小アジア原産の植物であるが、ローリエはトルコ、ギリシャ、イタリア、フランスなど、 地中海沿岸を中心に栽培されるようになったため、ヨーロッパでよく使用されるスパイスとなっている。すがすがしく、明瞭な方向があるので、香りづけに使用される。肉の臭みなどを消す働きがあり、欧風カレーやポトフなどの煮込み料理にはよく使用される。だし、ソースなどにも利用される。オランダなど、ヨーロッパ北部では、ハーリングなどのマリネにも利用される。 ローリエの醤油を用いたテリーヌ調理に使う際には長時間煮込むと苦味が出てくるので注意。途中で取り出しやすいように葉を刻まずに使う。生の葉を使用することもできるが青臭さと苦味が出る。好みは分かれるところだが保存の点も含め乾燥させて使うのが一般的である。自宅で作る場合には葉が反り返らないようにおもしを乗せ、 日陰で2週間ほど乾燥させる。花王の生理用品の商品名、ロリエは月経樹と月経の掛け言葉である。生薬の成分や着工などの由来ではない。ありがとうございます。